日本関東地方茨城県森谷市いたといいたといは、茨城県森谷市の地名。旧北相馬郡番と井村。郵便番号は302-0101。森谷市北部に位置する。地域の中心に絹川が流れ、地域内を県道のダウ線が通り、新森谷駅前通りの終点となっている。地域内には、北森谷公民館がある。 地域の中央を絹川が流れていることから、絹川の東を通称、東板とい、西を、西板といと呼ぶ。東は、正木台、西は、上層市菅生町、野田市牧野崎、南は、大木、薬師台、北は、上層市内森屋町と接している。当地域は、古くは、森屋里に属し、全域が、下兎国相馬グンバン村となっていた。 元は、絹川は流れていなかったが、絹川掘削のために働いていた内森屋村の妊婦が1625年に土砂崩れで死亡した記録があることから、それ以前に絹川の掘削が始まっていたと推測され、1634年頃、掘削が完成し、現在のように地域内に絹川が流れるようになったと考えられている。1637年頃は、 一式中次郎の事業所であり、下宇佐国総馬群番豊村差し出市長によると、1669年から1694年にかけて、計4回行われた、検知のすべてで一式市の事業所となっており、1699年の第5回検知においては、牧野備前神の所領となっている。江戸末期には、大官小笠原はじめ三郎及び田安領となっており、 1706年の板戸井村所長町によると民家108県人口555人の村となっていた。また少なくとも幕末には名主が絹川伊藤と絹川伊勢に一人ずつ存在した。急高級領取調べ町によると幕末には田安領と幕府領となっており、幕末より下佐や陳部府、下佐地事件の管轄となり、 1869年には、葛飾県。1871年には、印馬県の管轄となり、1873年の大工小区制では、第14大工6小区となったが、これは本来は家庭であり、実地不便の向きもあるということを理由に、第5大工7小区へと再編されている。また、同年千葉県となる。1875年には、 千葉県から茨城県に移管され、第九大区に小区となる。1878年の軍区町村制で、大区小区の区分けは廃止され、同時に相馬軍が利根川を境に、南相馬軍と北相馬軍に分離し、北相馬軍版豊村となる。1889年3月1日には、同じ北相馬軍の大木村、大仙神殿、龍拓村と合併し、 いった問いは、大井沢村の大技となり、1955年3月1日には、同じく、北相馬郡森屋町、大野村、高野村と合併し、森屋町の大技となる。1976年5月より、地域の北端を、日本住宅公団が、上層ニュータウン北森屋として開発し、1985年5月には、正木き大五から七丁目。 薬師台二丁目から七丁目として分離した。2002年2月2日の森谷氏の姿政志向により、森谷氏の大技として現在に至る。上平、天行年間に平野正門が東国に兵を起こした時、相馬地方に七つの井戸を掘って一万一の場合の飲み水に備えたという伝説が残っており、その伝説により、一太問いという地名が付けられたと伝えられている。 2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、関東鉄道上層線森屋駅と新森屋駅を結ぶ路線バス、森屋駅から北森屋公民館までを結ぶ路線バスと森屋市、コミュニティバス、モコバスが地域内を走っている。路線バス地域内には森屋高校入り口、 北森屋公民館の二つの停留所がある。また、現在は廃止されたが、かつては以下のバス停留所が存在した。モコバス地域内には、森屋高校前、森屋高校入り口、第八周農協前、前原、西山、西に、憩いの広場前、滝下の八つの停留所がある。また、当地域内は右回り、左回りともに同じルートである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。